はい、どうも、こんばんは、和道です。2017年の12月21日、20時31分です。よろしくお願いします。いやー、最近ね、銀細工ばっかり作ってて、雑談ができなくてすいません。もう楽しくて楽しくて、今もね、銀細工またやろうかなと思ったけど、ちょっと雑談がね、恋しいリスナーさんが多分多かったと思ったから、雑談やることにしました。よろしくお願いします。お風呂掃除したりね、お風呂入ってたり、なんかトイレが壊れてたと思ってたけど、ネジが外れてるだけだった。トイレ直したりしてました。よろしくお願いします。太ったな、ちょっとリバウンドしてるね。いや、昨日の美味しかったな。昨日のクミタンから送られてきたチーズケーキめちゃめちゃ美味しかったな。はい、ワード2。八朔さんいらっしゃい。八朔さんいらっしゃい。風船ありがとう。アイテムありがとうございます。助かります。ありがとう。コーヒーうまい。なんでも今回のシルバージュエリーの企画は本当に楽しみだな。なんか実業をやりたいと思ってたから。のんちゃんハートありがとう。のんちゃんいつもありがとね。なんか夢が広がるよね。ショップ構えてえな、ショップ。1店舗だけでいいから、ショップはちょっと、ショップと工場が欲しいな。ショップ兼工場が。なんか店やりたいよ。まあでもラインナップ相当ないといけないから、ちょっと無理か。まだシルバー、シルバーでなんか日本っぽいのってあるのかな。シルバー、おー、ニャコ、こんばんは。和風なシルバーってあるのかな？あんまりない。銀ってなんか西洋っぽいイメージがあるんだよな。材質の問題かな。白銀で攻めるのもありかなとか思ってるんだよね。こんばんは、矢野ラッキー。お疲れ。こんばんは。やり始めて、ツイートでアットシルバーアートって ID の人と紐付けされちゃってる？え、嘘？アットシルバーアートって人と。ああ、本当だ。紐付けされちゃってるね。本当だ。全く関係ない人と 紐付けされちゃってるね。本当だ。まあまあ、別にその人のことじゃないからいいんじゃないかな。しょうがないでしょ。アットマーク機能は昔からあるよ。アットマークの後に誰か入れたら、この人と会話してますよとか、この人のことを話してますよとか、この人の批判してますよっていう機能。アットマークってもともと所属するって意味だから、この文章はこの人のことについて語ってますよみたいな、そういう使い方をするんだよね、ネットでは。だからアットの使い方間違えてるんだよね。結構コテハンとかでアット何々っていう人は結構間違った使い方してる人多いなと思うよ。だから例えば、矢野ラッキー、アット和道って書いたら、
和道に所属してるヤノラッキーって意味だから、まあ、和道の囲いとかそういう意味なんだけど。そう。アットマークの順番逆の人とかいるからね。あ、その場所とかそういう意味なんだけどね、アットっていうのは。ハッシュタグはシャープだもんね。おお、ヒーセお疲れい。お疲れ様でーす。相変わらず半袖。まあ、昔、ガキの頃からだね。半袖マンだね。なんか服を着るのがあんま好きじゃないんだよね。本当はずっと同じ服着てたいと思ってて。半袖っつうかもうずっと同じメーカーのずっと同じ T シャツに。なんかね、服を変えると自分じゃなくなる気がするんだよね。なんか毎回変身する気がして疲れちゃうんだよね。なんか文字とかも入ってんのが嫌なぐらいの。文字も入れたくない。自分が気に入った文字入れたいぐらい。だから服とかもね、ブランド作りたいなと思ってるぐらいだもん。それはどうみたい。ねえ。かっこいいよね。いやー、シルバーの世界奥深いわ。すげえ面白い。無地の服を着こなせる人ってかっこいい。いや、それはわかんないけど、よく。着こなせるか。ああ、でも、外人とか白い T シャツとかかっこいいよな。体が作ってるからさ、白い T シャツにジーパンってだけで、あいつらかっこいいんだよな、本当に。それはあるな。黒いのオタクって感じだよ。黒いのオタクって感じする？そう。オタクがよく着て黒 T？ る。黒 T。ええー、じゃあ、正解だね。オタクだからね。オタクって感じなんだ。オタクはオタクっていうか中二病じゃん。32歳でいまだに中学2年生だからね。白い T シャツってなんか透けるじゃん。シミになるじゃん。なんか嫌なんだよ。ジャップ工房。すごいね。あ、すげえな。油ビーマンいらっしゃい。すごい。ここで働いてたの？スター・ウォーズとかとコラボしてる。クオリティ高えな。結構いろんなところとコラボしてるね。版権に強いんだね、多分。
ガンダムとかともやってる。来年の抱負ない。明日の抱負すらないし、やりたいことは自分の中に明確にあるけど、その人生のリストみたいなものとかビジョンみたいなものあるけど、来年改まってとかはない。今年はこういうのとかない、一切ない。なんか嫌いなんだよね、うん、毎日追っかけてればいいじゃんみたいな、楽じゃん、うん。なんか1年間1年間でそのなんか目標を変えたりとか目的を変えるのがすげえ嫌だから、普段思ってることを、普段追いかけてることをただやるだけ。来年もそれだけかな。ないです。あとはなんか衣装みたいなの作ったり、映画とかの、なんかミュージシャンとか、はいはいはい、世紀末っぽいもんね、なんか、うん、ないですね。やりたいことをやるだけです、毎日。まず来年が来るか分かんないからね来年信じてないからね俺今しか理解できない。エジプト時代は銀の方が価値があったらしいよね、金より。なんで明けましておめでとうって言うんだろうね、勝手に明けるのに。あれはだからあれでしょ、日本は昔1年の年明けに誕生日が来るわけじゃん、全員の。とまあ明けましておめでとうはわかるけどな、1年無事に過ごせてよかったねってことでしょ。だからほら、あの去年誰かが亡くなってたら言わないじゃん、めでたくないから。いやだから今年も家族全員揃ったねって意味合いでしょ。要は誰も死ななかったってことでしょあれは別にわかるけどな、明けましておめでとうございますわ、うん、生きてたねっていうことでしょ生きててよかったっていう、全員誰も欠けることなく的な。これかっこいいな、金が入った。宝石とかが入ってる。宝石なんか安いよ、こんなんびっくりする値段だよ、こんなの100円もしないよ。明日それを調べに行くの、宝石とかの種類とか、あとなんだろう、道具とかを見に行く。明日はねちょっと放送あの少ないですね、あのちょっと御徒町ら辺をプラプラして銀の仕入れとか道具とかストーンとか見てくるんで、使えるパーツがあるかどうかとかいろいろ勉強しに行こうと思います。問屋に行ってくる。かっこいいね。ナイトメアね人気だからね。
ライトメアってディズニーの版権じゃなかったっけ？ディズニーの版権貸し取ってるって相当強えな。世界で一番版権にうるさい会社だかんね。みーすけこんばんは。お疲れっす。これかっこいいな。サソリかな。なんだろう、ドクロとサソリみたいな。14,000円。かっこいいなこれ。ゴローズっていくらぐらいするんだろう。リンゴさんお疲れ様です。小さいのに7万、やば。リングすげえな。でかいのだと15万。すげえな。定価表、原宿で売ってる定価。ゴローズは安いんだ。なんでさ、あのクロムハーツってあんなバカみたいに高いの。クロムハーツの値段異常じゃない？すごいよねクロムハーツ。なんであんな高いんだろう。ゴローズはそんな高くないんだ。何なんだろうね、ブランディングがうまいよね。クロムハーツっていきなり来たよね。うん、でなんかあの人と一緒のが欲しいっていうか、多分ね、戦略マーケティングがうまかったんだろうね。まあ材質、まあそんなこと言ったらさ、そんな原価の話をしだしたらきりないでしょ。食い物だってなんだって服だって。はい、ワコツートといらっしゃい。そんな原価の話したらきりないよ。いろんなメーカーとコラボしたりしたい。おー、うわお、大花火ありがとうございます。みーすけありがとう。大花火かよ、いきなり。景気いいね。あざます、頑張ります。やば、クロムハーツのウォレットチェーン円高の時だったのに40万くらい。やばいね。え、買ったの？複製。え、なんでさ、そのクロムハーツが欲しいと思ったの？なんかいろいろ考察しようよ。銀ビジネスについて。どうしてクロムハーツ、いや普通にデザインが欲しかったの？見てみよう。クロムハーツ、クロムハーツね、結構好きな人多いんだよね。高いんだよクロムハーツって。びっくりするよ。多分一番高いのクロムハーツじゃない？クロムハーツアメリカだよね。クロムハーツの値段表、あ、定価表こっちにある。欲しくてたまんなくなるんだ。つけられないけどクロムハーツは好きなんだ。あれってユリの紋章？クロムハーツってユリだよね多分。価格表、あ、でも思ってたよりも安いな。どれくらいの大きさなんだろう。サイズ感が分かんねえな。
これで5万だって。クロムハーズエンジェル、これで4万。これで8万だって。これどれくらいの大きさなんだろうね。多分小さいんだと思う。ユリで合ってるよね。ユリの紋章だよね。65,000。クロムハーツはほんとすげえうまくブランド化したよね。いきなり現れて。でそんなに尖ったデザインでもないじゃん。画像で見てみよう。画像？画像で一覧、画像一覧。今見てるの。え、どういうこと？画像一覧ってザーッ。ああ。え、でも値段わかんないじゃん。そうしたら。リングで14万だって。何がこんなに人を動かすんだろう。こんばんは、マウイさんいらっしゃい。何なんだろうな。クロムハーツは何だろうね。それが分かんないとブランド展開できない気がする。俺ね、逆になんだけど、値段が高かったから売れたと思ってんの。俺はだからこれ本当にあると思ってんのよ。値段が高いから売れたっていうのあると思うよ。だから法外な値段をつけようと思ってる、ワドは。もうだってさ、極端な話さ、高いから欲しいってあると思うんだよ。もちろんデザインとかある程度良くないといけないけど、高いと手が届かなくなるじゃん。高いと手が届かないでしょ。だからね、多分あると思うんだよな、そういうの。あ、ピコンピコンうるせえな、なんだろう、わかんない。カムホートも好きだった。ワン、うん、ロンワイズも人気ある。うん、うわすげえな、チェーンだけでこの値段すんだ。何が違うんだろう。時計とかすごい高いでしょ、多分。ロレックスとコラボ。ロレックスとコラボ。これだ。こんなんだ。うわ、すげえいかつい。やば。これはすごいね。あ、これはちょっと欲しくなるの分かるけど、いくらなんだろう。これはちょっと欲しくなるの分かるわ。だからもう、なんだろう、ごつさだよね。俺はね、なんかね、ちょっとね、シルバーで、この和な感じ、和っていうか、その、江戸時代とかの和とかじゃなくて、こう、勾玉とかさ、こう柔らかさっていうの、曲線の。ああいうのがないと思ってて、なんかそれを表現したいなと思ってるんだよね。おお、あやいらっしゃい。髪切った、髪切った。うん。ちょっと今、あれだけどね、セットしてないけど、風呂上がりで。こんな感じだよ。うん。あの、なんつうの、ツイッターに写真上がってる。雑。うん。あ、最近来なかったね。忙しかったのかな。なんか仕事かなんかうまくいってんのかな。今シルバー作ってるよ、あや。シルバーブランド和道を立ち上げるから。なんだろうね、ゴムかな。価格帯どうしようかな。鍵はね、今日結構進んだね。見る。
作業時間がだいたい10時間ぐらいかな。で、7%ぐらいかな、俺の中では。地図とか埼玉県とかよく言われるの。静岡を作ってるんですかとか。今こんな感じかな、大体。まあ、昨日絶望的な段階で、もう昨日は終わったと思ったけど、まあ、だいぶ、なんか、見えてきたかな。予想よりもいい。俺も昨日は終わったと思ったけど、ブラボーの残骸じゃねえわ。昨日は本当に積んだと思ったけど、ちょっと持ち直してきて、作業スピード7%ぐらい進んでるね。和道のブレス半端ねえ、つって。音符っぽい鍵ですね。いやいや、もう多分ね、想像もしないような形になると思うよ。想像もしないような形になると思う。全然俺の中ではできてないっつうか、なんつうの、輪郭ができ始めたぐらい。輪郭もまだ完成じゃなくて、問題なのはその凹凸だと思ってて、まあ任せて、とんでもないの作るから任せて。いい感じに仕上げるから。これからね、まだ削り出しと、まだ言いたくない工程が何個かあるのと、最終的にこれだっていうのがあるの、俺は。2工程、その、やりたいことがあって、2工程あるんだけど、なんて言えばいいのかな。あんまりその完成品を見てもらいたいんだけど、こっちの段階で、まだ100%じゃなくて7%ぐらい。で、これが完成したら、今度、面白いことやるから。アイディアマンだから任せて。とりあえずこいつを100%まで持ってったら、第2弾が面白くなるよ。作戦ある。話していい部分で言うなら、俺の企画は、これが1号なわけじゃん。こいつをまず100%まで持ってって売るんだよ。こいつを100%まで持ってって売るんだけど、2号3号も独立したチャームにしようと思ってんだけど、さっきカオスと話しててピンときた。合体させる。合体させて、なんつうんだろう。昔のさ、100円のお菓子とかにさ、組み立てられるみたいなのあったのわかる？恐竜のパーツの部品、キャラ集めれば集めるほど、オリジナルのでっかいロボット作れるみたいなおもちゃあるじゃん。あんな感じで、和銅シルバー、ピンで単体でいっぱい売ってくんだけど、合体できるようにするっていうのが俺のコンセプトなんだよ。パーツをいっぱい売ってくから。これ本体。胴体の部分。まあ、それは言ってもいいかなっていう。だから売って売って売って、好きなの作ってくださいみたいな。レゴだね、レゴ。シルバー界のレゴ。ハート半分で1個。いや、違う。レゴ。要は、パーツを売ってくの。パーツを。なんか、ハートはカチャっても、それで完成です。ペアで作ってくださいじゃん。違うの。レゴのパーツを売ってくの、俺は。じゃあ、ペンダントのハートっていうよりも、レゴのパーツ。そう。で、あなたが作ってください、みたいな。好きなの組み合わせて、みたいな。それ面白くない？これ？これ十字架じゃ有利でしょ？だまあ十字架っぽくしてるけど。何なんだろうね。なんでこれ受けた？いや、もっとね、なんか心理的なものだと思うんだよね。デザイン的にはあるんだよ、もともと。そんなに尖ったデザインじゃない。まあ、なんつうの？ガンって太いとか厚みがあるっていうのはすごいいい売り出し方だったんだけど、なんでこんなに人の心をつかむんだろうって。それをね、それが分かんないんだよね。そう。で、それなんでかっていうと、例えばなんつうの、意味合いとかさ、なんかつけるの好きじゃん、パワーストーンとか。だからさ、こ
このボディにこの羽をつけるととか可愛いじゃん。そう、天使の羽、悪魔の羽がつけられるみたいなさ、っていうようなことやりたいんだよね。そう、組み合わせは自由みたいな。うん、だからおもちゃっていうか、俺の中でそう中二病のその遊びをやっぱ極端に体現したいっていうのがあって、なんか安売りはしたくないね、あんまり。なんかぶっちゃけた話さ、銀の値段ってさ、別にそんなに銀も金もさ大したことないじゃん。例えばそのなんつーの、これ6万で買ったんだけど、これ1万円しないんだよ、銀の価格で言ったら。これ6万円で買ったんだけど、これ多分重さで言ったら5、6千円でしょ多分これ。だからなんつーの、これを買うのってそういうことだ。俺が欲しいのは高かったから買った、デザインプラス高いから買ったわけじゃん。うん、放送しながら週に1個作って、いやそれはやらない、それはやらなくて、あのシルバーアクセサリー作ってますよっていうのは放送の冒頭で言おうと思ってて、最近なんかぴょこたん先生の動画を見てて、この人頭いいなと思うのが、毎回自分の漫画をさこうやってやって、あ僕漫画家やってますぴょこたんですってやるのいいから、なんかうまいのよあの人、マーケティングが。動画の冒頭に絶対、はい、ぴょこたんです。漫画家やってます。こういう漫画描いてます。って、任天堂信者ってやるのが、この人頭いいなと思ってて。だから、まあ、なんか、あ、シルバーアートを作ってます。和道です。ぐらいで終わりにする。で、その、宣伝とかあんまりしない。うん、で、欲しいって言われた人だけに届ける。うん、もう、極端な話、欲しいって言われなきゃ売らないぐらいにやろうと思ってて。あとはもう友達に配ろうと思ってて、あの配信仲間に、うん、テルとかつけてもらいたいなとかさ、石野につけてもらいたいなって、でつけてくれるっていう人にしか渡さないけど、つけてってお願いして、そうで、それでいいかなと思って、別に和道がやってるとか言わなくていいからって、うん、だから放送しながら週に1個とかじゃなくて、もう問い合わせが来た段階で売るよ。これかっこいいね、これはいいね。今日は作業終わった、今日は作業終わったよ。でもさっき4時間やってたよ、うん、あのリューター使ってたから、もうこれ以上作業できないんだよ。はい、お風呂行ってらっしゃい、トト行ってら。でもなんかうまいこと当てたいな。なんか正直結構配信だけじゃなくて、来年は新しいものを手出そうと思って、 YouTube かな何かなっていろいろ考えてたんだけど、シルバーはすごい俺の中でなんかしっくりきたね。全然 7% ぐらいしか進んでない。見る 7%、 うん、完成全然先だよ。2、3ヶ月かかると思うよ多分。うん、今この状態。ツイッターフォローしてたら、あの進捗状況をどんどんアップロードするから、もしよかったらツイッターフォローしてよ。 7% っすね。全然まだまだ遠い、やりたいことやるには。 7% ぐらい、昨日 2% ぐらいだった、ね、初号機の肩って言われたからね、アメリカ人にエヴァンゲリオンの初号機の肩ですかってエヴァンゲリオンの肩ってなんだよな、うん、俺は自分のパーツはゴールドで作ろうと思ってるけど、締め切り明日だね。いや、とりあえず明日ね、あの問屋に行くことになった。問屋に行ってその道具とか見に行くっていうか、勉強、問屋でなんかその支払いがあるんだって。でその支払いがてら業者さんとか紹介するって言ってもらえて、で挨拶回り行ってきて、で道具とか見たり勉強して、そのストーンがどういう種類でいくらであるとかさ、
価格設定の時必要じゃん、原価の把握をしようと思って。でその後にスタジオに行って技術指導、その必殺技を何個か伝授するっていう、教えてあげるよって言われてるから、で昨日結構話したんだけど、まあ一言で言うと、和道くんが昨日やった7時間の作業は、僕だったら3秒で終わるって言われた。和道くんが昨日7時間かけた作業は、僕だったら3秒で終わる作業だよ。でもあえて突っ込まなかったっつってね。でも、なんか褒めてもらえたよ。その、削り出しっていうところとか、その、勘がいいっていうか、そう。一番勝負しないといけないところはどこかっていうのは結構当たってるって言って、あとは技術と道具の使い方と、そうで、なんかすげえよく言ってもらえたのが、なんか感性がなんか常識外らしいね、なんか何ができるか分かんねえから見てて面白いって言ってた、もう何ができるか見てて分かんないんだって。もう素人が遊んでるから、普通の人がやる、作業じゃないわけじゃん。図面引いて、こういうイメージを作ってとかじゃないから、すげえ面白いって言ってた。今日は4時間やったね。で、もうなんか、集中力切らしたらダメだし、ルーター音ウィーンってうるさいから、日中だけやろうと思って。雑談しないとね、飯も食えねえし。まあちょっと本気かな。なんか配信以外で久々になんかこうやべえ来てるっていうか、なんか久々脳みそが喜んでるっていうか、なんかこうワクワクが止まらない感じ。もう寝ててもずーっと3時間ぐらいシルバーの勉強してて、ネットで、でその専門用語とか教えてもらうんだけど、その載ってないのよ、ネットに情報が。例えば何々ってなんていう言葉だったっけな、何と、うち、なんだっけ、なんて言われたっけな、ちょっと待って。なんか専門用語を教えてもらえたんだけど、ネットに情報がないのよ。で、あるわけないじゃん、みたいな。そう。それはもう狭いね、世界で、そのネットやってない人たち、職人さんが伝えてる技術だからって。昨日なんて言われたっけな。外発りか。発りっていう、技があるらしいんだけど、その、はつりって言っても、その、はつりで検索しても出てこないんだよ。工事とかの、現場の人の、なんつうの、技術が出てきちゃうんだよ。はつりのやり方、内はつりと外はつりとか全部教えるよ、とか言ってもらえたよ。検索しても出てこないことを学べるっていうのが、すげえ熱いなと思ってて。俺はつりって言葉を初めて聞いた昨日。だからどうはつるのか、内はつり外はつりって、内と外が何なのか分かんないじゃん。そう、まあそれが答え出ないの。かっこいいな。これかっこいいね。だからあえて泳がせてるんだい。その放送が面白くなるようにっていうのと、あとその何にもど素人にやらせたらどうなるのかっていうのも、多分その見てる人からすると、あえてその持って帰って自分でやりなって言ったのは、多分そこを楽しんでるんだろうな。でもなんかすげえ嬉しかったのが、見ててすげえ良かったっつって、なんか楽しそうにやってるからすげえ嬉しかったって言ってもらえて、いやめちゃめちゃ楽しいっすねっつって、なんかワクワクするよ。でもなんか欲しくなる何かがあるね。あるね、やっぱりね、魔力があるよね。なんかインパクトっつうか、なんかボリュームだろうな、多分重厚感、厚みがすごいんだよね、クロムハーツ。
やっぱさ、安くやろう安くやろうって原価を抑えるためにさ、薄く作っちゃうじゃん。違うよね、ダイレクトなもんね、ぶわっと広がってて。あれでしょ、ラップのギャングとかがつけてたんでしょ、多分わかんないけど、 B ボーイとかどうなんだろう。だから誰に受けるかだよね、まず。でかっこいい人がつけてたら、その人がつけてるから欲しいって、いいスパイラルが始まるんだと思う。ギャングではないの。だから最初にそのまだブランドができてない頃に、その審美眼持ってる人に買ってもらえるかどうかだよね。最初にダセーやつがつけたら終わりだから。だから審美眼持ってる人を口説けるものを作れないと多分ダメなんだよ。これかっこいいな。ここもちょっとこだわってほしいよね。ここ丸くくり抜いちゃってんのがなんか嫌だ。もっとエッジを効かせてほしい。シルバーアクセってクロムハーツとビビアンウエストウッドしか聞いたことない。あとあれでしょ、ティファニーは銀細工でしょ、もともと。銀、推しで言ってるでしょ。ティファニーは知ってるでしょ。クロムハーツ、ビビアン。うん。まあ、ティファニーもハイブランド化しちゃってるけど、銀がメインだったはずだよ、確かティファニーは。ビビアンはイギリスか？イギリス？ビビアンウェストウッドって。ビビアンもすごい攻めたデザインだよね。三菱マテリアルが出てくるのはまた違うでしょ。銀と言ったら三菱マテリアル。それあの投資やってる人でしょ？完全に。冬季大賞ですよ、冬季大賞。すごいね。粘土で焼きを入れるやつ。誰が買うんだよ、80万だって、シルバーはね、いいなと思ってるのが、
そう、なんでか知らないけど単価が高いっていうのが単価が高いものじゃん。だからすごくいい、すごくいいよ。ゴローズは俺ね、分かんなかったの。リスナーによくこれゴローズのパチモンとか言われてたんだけど、何言ってんだこいつらと思って全然関心なかったんだけど、作ってみるじゃん。でゴローズ見てみたの昨日の夜。化け物だな、その羽の一本一本の繊細さとか、その羽がこうなんか かぶさってる感じとか、もうビン、なんつうんだろう、もう化け物。あ、でもその俺の X さんいるじゃん、その超銀歯30年の人、その人に聞いたら、その教えてあげるって言われたよ。そのもともとその人の師匠だかパートナーだかが五郎さんと一緒にやってた人なんだって。だから五郎さんとも飯食ってるし、その現場とかで見てるんだって、その人は。だから技術は持ってるよっつって、まあ五郎さんやばいよって。だからもともとその和道にシルバーやらないって一緒にやろうよって声かけてもらったのがアンチのおかげなのよ。これをそのゴローズのパチモンだろ、ゴローズのパチモンだろってみんなが、誰かが多分いじったんだろうね。でリスナーがよく言ってたの、そのゴローズのパチモンワードをつけてて爆笑だよって。俺ゴローズも知らなくて普通にいいと思って買ったのよこれを。で実際物見たら全然ゴローズと関係ないので、これが普通にかっこいいなと思って買ったら揶揄されてて、でその人は本ちゃんの人じゃん、リスナーさんは。で五郎さんに会ったこともないし、そのにわかの癖して五郎ズのパチモンパチモンってなんだよみたいな感じで頭きてたんだって。その和道くん頑張ってるのに別に好きなもんつけていいじゃねえかよっつって、で分かったよっつって頭にきて、じゃあ和道くんシルバーやりたいっつってたから五郎ズ作ればいいんでしょみたいなノリらしいよ、その人曰く。いや和道くんがゴローズになればいいんでしょみたいな。そうよくわかんない発想だけど、すげえ嬉しいよね。組み合わせ変えられるレゴアンいいね、いいでしょ。チャームをこうザラッとつける感じで、なんか単体で終わらせたくないんだよね、なんかその持つ人にも楽しんでもらいたいし。いやだからまあアンチの煽りのおかげっちゃ煽りのおかげなんだよね。ワドーズではないけど、でもね、そのなんかひょんな縁だよね本当に。シルバーアクセやりたいっつったけど、シルバーね作ったこともないやつがよく言うわって自分我ながら思ってたけど、なんかよかった、言っててよかった。髪切りすぎてる、そう、バーバースタイルっていうその今流行りのスタイルらしいけど、ちょっとあれだけどね、今セットしてないからかっこ悪いけど、今流行りのスタイルなんだって。よくわかんない、俺おしゃれじゃないから。切りすぎてる、そうかな。ブランド化するっつうか、本当に、いや、ネタじゃなくて本当にブランド展開するんだよ。あのね、じゃあそれ引きで見てるからね、そう言うんだよ。全然ゴローズと違うよ。もともとギミックが面白くて買ったのこれ。まず立体的なのよ、ゴローズと違うのは。全然違うでしょ、全然違うでしょ。こう立体的で、その鳥がこうなってて、でなんでこれいいなと思ったかっつったら、こう羽ばたくのよ。全然ゴローズと違うでしょ。だからこう広げてるさ、引きの段階で見てるからゴローズのパチモンだろって言ってるだけなんだよ。俺はそうじゃなくて、この遊び心に惚れて、鳥もともと鷹が好きだし。全然違うでしょ。そう、羽動くんだよ。多分このこれが平面だと思ってたんだよあいつら。だからそう、羽がこう羽ばたくギミックがすげえかっこよくて買ったの。惹かれるでしょ。そうで、俺はゴローズのこと全然知らなかったのよ。なんかハイブラ、なんかそういうシルバーブランドとかあんまり詳しくなくて、俺一個一個別にブランド名入ってなくて言い合ってタイプだから。いいでしょ、いいでしょ、これ
これが、5万ぐらいかな。これが5万ぐらい。これいいでしょ。そう。だけど、ゴローズのパチモンパチモンってバカにされて、ゴローズって何みたいな。ネイティブ系じゃないの、別に。インディアンジュエリーとかもそんなに興味ない。俺がかっこいいと思ったものを身につけてるだけの。だから、オタクだよ。その、羽動くじゃんとか。フィギュア感覚っていうか。そう。かっこいいよね、これ。俺はなんかゴローズゴローズって言ってるやつの方がにわかだと思ってて、これは結構遊び心あっていいよね。おいワード2メリンコいらっしゃい。これだから一番配信がバブリーだった捨て頃バブルの時に買ってよかったよ。はい、どうもどうも。よいこさんお疲れっす。ワン、ローンワイズの鈴のネックレスつけてましたけど、それ、あー、鈴かわいいね。音、高い音、キンキンキンって出るやつでしょ。俺ね、その沖縄でね、その鈴のネックレスバージョン買おうとしたんで鈴いっぱいついてんの。でもチャリンチャリンすごい音鳴るから、配信中に、おい、ワコツーっつったら、チャリンチャリンチャリンって言ったら嫌でしょ。だからちょっとね、こっち側にしたんだよね。そう、鳥の爪っぽいのにした、うん、そう。めっちゃいい音するね、銀の鈴ね。いいよね。多分ね、俺が沖縄で買った店ね、あれなんだよね、多分ね、有名なのとか海外のやつとかの多分カタットってさ、ノーブランドで勝手にコピー品売ってるんだと思うんだよね沖縄結構そういうことやん、うん、普通だってブランド名入れるでしょ。ブランド名どころか925の刻印もないかんねこれ、うん、だからいいデザインのやつパクってんだ多分、わかんないけど。そう、ブランドにこだわるのは俺あんま好きじゃなくて、ブランド名が入ってるのも嫌なんだよね。物が良ければ何でもいいだろうみたいな。だから見る目がないんでしょ多分、そのものを、うん、かっこいいもの身につけてさ、人にバカにされ、なんかバカにしてみたいな、もうくだらねえよな本当に。パフェありがとう、パフェありがとうメリンコ、うん、猫みたいって言われるねえ。自分が気に入ったもんつけて、それが本来のファッションじゃん。なんか俺がさ、特にさ、買うやつってバカにされんだよね。あれなんかランドセルだって言われたんだぜ。今じゃね、かっこいいどこのって言われるけど。便所さんがね、それかっこいいねって言ってくれてから、だいぶ風向きが変わったんだよね。便所さんおしゃれだよ、結構。小物とかすげえ、なんか凝ったのつけてるよ。こいつがどうなるかだよな。明日楽しみだな。これくらい結構でかいんだけど、うん、いい感じになってきたね。本当はねまだ触りたいんだけど。あ、本当にありがとう。最高にかっこいいもん作るから待っててみんな。型っていうかね、ワックスって言って、ローだね。簡単に言う。ろうそくみたいな。ワックス。で、これを多分溶かして、形ができるじゃん。穴のボコができるじゃん。箱で溶かして、みたいな。そこに銀を流し込むんでしょ。原型みたいな。型はこっちの方だ。型の元みたいな。ノアさんいらっしゃい。よろしくお願いします。もしよかったらフォローしてってください。腕につけてるやつの2連も可愛い。2連？あ、こっち？これはね、あのパンクアイテムで、666っていうところの革のブレスレットだね。パンクアイテムだね、これは。
楽しいよ。だって世界で1個しかなくてさ、自分の思い通りのものを作れますって、しかも売ることができます、名前もブランドもやり方も全部考えていいよって、最高じゃない？まあさすがに自分で商品作ると思ってなかったけど 俺の考えだとなんかやってくれんだろうなと思ってたけど いや、和道が作んないと、リスナーさん、ファンは楽しくないでしょう。まあ、はい、みたいな。でも僕できないですよ、つって。いいんだよ、つって。和道くんが作ったのが欲しいんだよ。ああ、じゃあ作ります、みたいな。あ、俺が作るんだ、と思って。わかってるよね、配信のことね。わかってるよね。いいんだよ、失敗しても欲しい人は欲しいんだよ、って。それが和道ブランドでしょう。わかってるよな、ほんと配信のこと。のんちゃんはアクセサリーあんまつけないよね。うん。たまにお出かけするとき、おしゃれするときつけるよね。普段はつけない。俺はいつもジャラジャラつけてるけど。もう、こっからここまで全部アクセサリーにしたいぐらいの。腕重くないお前みたいな。そういうのが好きな。ジャラジャラつけてる。中学生の夢みたいなのが叶えたい。中学生の頃の自分がやりたかったことをやりたいの。あ、フォローしてくれたの、ありがとう。あ、この。バズさんの真似してやるだけ。俺のブランド全部つけてくれんの、のんちゃん。ありがとう。あ、この人があれだ。この前電話してきてくれた人だ。すげえからだ。ガチ勢だ、ガチ勢。プロ格闘家だ。この人に教わるんだ。怖。ボコボコにされるでしょ。ガタイが違うもんね。この人のトレーニングに参加するの、今度。すげえな。ムッキムキだね。やっぱプロって違うね、全然ね。すげえわ。肩がすごいね、骨格が違うね。野球選手とかもすごかったもん、肩幅。もう、骨が違うんだよね。筋肉ももちろんなんだけど。いやー、楽しみだなー。おい、もつさん、こんばんは。いらっしゃい。チョーカーっていうか、ペンダントトップだね。ペンダントトップ、最終的には。まあ、キーホルダーにしてもいいよ。お金持ちは。ああ、こんなのキーホルダーだ、っつって。進んでるね。結構、7%ぐらいまで進んだよ。今、こんな感じ。こんな感じです。アップにしたらね。大体ね、上が、トップの上の部分から下までが10センチかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10センチで、横が3センチよりでかいぐらいかな、横幅が。10センチ、3センチぐらい。チェーンの部分作ろうかな、どうしよう。相談するかな。チェーンの部分は。チェーンは相談しようと思ってる。まずこいつだなと思って。でもチェーンもこだわりたいよな、どうせやるんだったらね。かなりでかいと思うよ。10センチ、縦10センチ、横3センチ。まあこれよりも削っていくからあれになってくけど、大枠はできてきたかな、大体の形のライン。ここから厚みを削り取っていくから、ブリンブリンだよ。だからタバコと比べようか。タバコがこの大きさなんだけど、ちょうどタバコのこんな感じ。高さはタバコと一緒か。上が
タバコぐらいで、うん、タバコと比べるとこんな感じだね。そう、タバコ、縦はタバコと一緒、うん、結構でかいよ、ブリンブリンだよ。やっぱなんだろう、小ぶりな可愛い感じじゃなくて重厚感があって目立つ感じにしたかったから。どうだろうね、値段ね。まあ最終的には安売りはしたくないけど、シルバーのやつでその3万いかないぐらいで考えてる。もし物が完成したらね、いけるっていうのができたら、これの大きさで2万いくらみたいな。そこはなんか石入れるのかとかで変わってくるけど、金で作ったらね、もっと高くなるし、まあシルバーで、うん、3万いかないぐらいを考えてるかな。いや、ユニセックスなデザインする、女性が可愛いっていうのが絶対作りたいと思ってるから、あんま男男らしくするんじゃなくて、女の子にもちょっとメンヘラの女の子のに響く客層のね、マーケティングもワードをしっかりしてるから、客層を見てもらおうか。こういう女の子につけてもらいたいですね。私の名はマイ。このネックレスは、このネックレスをつけると声が聞こえるのっていうような、その女の子に、客層もちゃんと意識しながら作ってるから、うん、そう、中二病でメンヘラの女の子ね。そう、ちょっと待って、このペンダントとあなたのペンダント、もしかしてカチャッ、やっぱり最初から一つになるように作られてたのよっていう、そう、そういう世界観。そうで、ユニセックスだからやっぱり女の子だけじゃないんだよね、うん、女の子だけじゃなくて男の子にも。僕の名は誠、13歳、魔法が使えるんだ。実は僕はクラスのみんなは聞こえない声が聞こえるんだよ。そう、こういう世界観で俺は行こうと思ってるから、そう、この辺がターゲット層だね。この辺がターゲット層、いや、中学2年生系。こういう子たちがもうお年玉貯めてほしいっていう、もうこの子たちの心をくすぐるアイテムを作ろうと思ってるから、そう、理解した？だからまあこの子たちが成長するとどうなるのかっていうと、この子たちが 3,40 代になると和道リスナーになるから、そう、和道リスナーがつけてないとダメだよね。まだこの子たちは若いけど、後の我々である。だから、さすがやなーっつって、閲覧減ったなーっつって、もうほんとうるさいわいっちゃん、閲覧減ったとかもうめんどくせえわ、それどころじゃないんだよこっちは。ブランドの立ち上げに、そう、秘密結社系男子だね、フリーメイソンに入ることを夢見てる男の子女の子たちに使ってもらいたいね。設定聞いたらそれつけるのためらう。いやダメでしょ。広めてもらわないとみんなに、みんなに広めてもらってなんぼだからね。閲覧なんて8割水増し、どうなんだろうね。水増しやらないでしょ。まずは委員長につけてもらおう。委員長って誰？何委員長って。
高須院長高須クリニックか、はいはい、思い切って100万とかで売ってみようかなシルバーの方は2万2発ぐらいで売るとして、あのゴールドとかあのプラチナの方ぼったくろうかな売れない前提でどう思う？それよくない？100万120万ですみたいな。金は相場で売ったら元が取れねえじゃん絵とかってどういう感じで価格つけんの？1号いくらとか。え、その、何、相場があるの？その、本人が自由に決めるの？それとも。本人が自由に決めてもいいけど、うん。画廊とかの人がついたら、うん。その人に合った、うん。1号いくらで、この人の作品は1号いくらでっていう、うん。値段が。え、何、その画廊の人っていうのは、代わりに売ってくれる人。いくらぐらいが相場なの？例えば大学出ました。大学出ただけじゃ無理なのか。うん、え、それどうやって売り出していくの？みんな、その絵の世界って。あ、イライラする。ちょっと待って。うん、何？ささくれが。うん。保険とかいっぱいやって。うん。そうするとそういう画廊の人が見に来るんだ。私に来て。うん。やりませんかって一緒にやりませんかって言ってコラボすんだ。え、画廊の人が何パー持ってくの？そういうのはあんまり分かんない。画商次第、うん、いや下手なやつと組むとダメじゃん。そうだね、うん、要はマーケッターがつかないダメなんだね、アーティストは。有名になるとデパートとかでも、うん、なんかやそういう個展みたいので、うん、やって実績がつくんだ。バンバン売れるの。百貨店とかでこう。そういうところの方がバンバン売れる。へえ。なんでなんだろう、金持ちが多いからかな、百貨店は。どうなんだろう、うん、画商さんが値段を決める、はあ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 。でもシルバーも本来そういう世界なんだろうね。職人さんがいて、そのショップの人が来て、うちこういうブランドでやってるからラインナップに入れたいんだけどっつって契約するんだろうね、多分。それが本来の卸値なんだろうね、多分。だから俺がやろうとしてることって異常なんだよね、多分。流通を自分で作らないといけないし、その客も自分で抱えて、本来ショップ側のことをやろうとしてたんだけど、制作もやるっていう異常なことやろうとしてるんでしょ、多分。そういうことだよね、俺は。俺の場合は作品もやるし流通も自分でやるみたいな。
売れたら最高だよね。ブーム作る、ブーム作るっつうか、なんだろう、ちょっとどういう展開のさせ方しようかなっていう、そのマーケティングの楽しさもあるよね。うん、どういう仕掛けで売ろうっていう、なんかいろいろ考える、うん、俺だからね、ネックレス作る前ね、実はいろいろ考えて、配信者のアイコンみたいなのを作って、要はもうアート性を度外視してマーケティングだけ考えて、配信者のなんかこうアイコンみたいな、配信者がつけてればリスナーさん欲しいっていうじゃん、そういう方がやりやすいのかなっていう、そのアートっぽくしちゃうとその好き嫌いが出てきちゃうじゃん、だから難しいなと思ったけど、ムーブメント起こすよ。忍者はインスタしないやろうしね。うん。まあまあまあ、化ける可能性あるからね。これはでもなんか今までさ、そのバー配信とかの先駆者をやってきたわけじゃん。個人でバー持って配信でコラボするっていう。まあ失敗したんだけど、7店舗潰したからあんまり黒歴史なんだけど。でもさ、シルバーで攻めるっていうことをやった人はいないわけじゃん。今で FX とかさ、店は今トレンドだけど。なんか実業と配信のミックスみたいなのないから、そのシルバーも特にないじゃん。特殊なコネクションがないとできないことだから、一回ね本気で考えてて、あの工房とかに問い合わせたの。そしたらこれを作るのに40万って言われたのよ。でこれを作るのに40万で1個の製品にかかるのが数千円かかるのよ。ってことは40個さばくのにだよ、40個さばくのに多分ね5万とか、シルバーのアクセサリー5万とかじゃないと採算が合わないの。それで儲け全然出ないみたいな。で無理だった、ちょっと心折れてたの俺は。そう、100個とか、要は業者、その映画とかの物販とかでロット数万個とかさ、数千個作れるので初めて単価が合うように設定されちゃってんのよ、その工房の人とかに。あーこれ無理だって一回諦めかけたところで、いや俺スタジオ持ってると、工房持ってるとでやろうよ。だから無敵状態なんだよ。マジっすかみたいな、儲けいらんわっつって和道ブランドを立ち上げようぜ、マジっすか。だから結構その有利な状態だよね。だから他の配信者が真似ようとしても真似できない。やっぱり和道リスナーは偉大だよね。あー、推しを学ぶ先生に、推しを学ぶ先生につけてもらえたら俺は勝ちだと思ってるけど服とかどうな、のりちゃんとかやってるか。服はね、別にステッカーと変わらないのよ。原価率が高くなるだけで、ライターとかステッカーとかとは違うの、今回やろうとしてることは。実はそう、流通を作らないといけないから、要は知り合いのお店とかに当たってこれ置いてくれってやるから。だからショップの直営とかもやるの。あの知り合いで数店舗あるから、都内で。でそのもちろん俺が作ってるっていうことでリスナーにはちょっと割引いて売ってあげようと思ってるのよ俺は。実はその定価はこれくらいの販売でって、だけど割引で売るから、みんなには安心してください。そうだから 流通作っていく楽しみみたいなのがあるから、一人歩きするまでどう育てるかって、もう多分
5、6年かかるプロジェクトだと思ってる。リスナー割引くよ。だから俺が直に売るから、リスナーだけは特別にあのイニシャルとかコテハン掘ってあげるよ。割り引いて。ふわっち見たで割引じゃない。もう俺が知ってるリスナーだけだよ。コテハン読んでるとかちゃんと昔から応援してもらってる人だけだよ。初見で見て割り引いてくださいとかもう死ねかすって話だから。ショップで買えって話だから。普段からずっと応援してた、数年応援してくれてた人はそのちゃんと割り引いてあげてね、2割引き1割引き2割引きか分かんないけど、まだちゃんと割り引いて、で刻印もちゃんと入れてあげるっていう特別仕様にはしようと思ってる。ショップに下ろすときはそういうことやんない、うん、完全なリスナー特権だから。それこそさ、店やってるリスナーさんとかバーとかやってたらさ、え、店に置かせてよとかさ、仕入れやろうよっつったら商用のさ、その商談ができるじゃん。ロットどれくらい下ろしてもらえるとかさ。別に入れなくてもいいんだよ、持ちって、うん、そうっていう妄想をしてるねっていうドリームを今俺は持ってるよっていうことだけど、まあここは俺の運の太いところで、あの来ると思うよ。いや俺店数店舗持ってんだけど、ちょっとコラボしようよみたいな。いやいや、だってシルバーを作るのも夢だったんだから、それを数年前からずっと言っててこうなったんだから、それが膨らんだんだよ。そうで、こう俺が言ったってことは叶うよ。俺が言ったんだもん。白金の和道って呼ばれるんだよそう、白金の和道さんですね、そうだよ、銀で成功したんだよ、銀の時代だよ、ビットコインじゃないよ銀だよ、実業だよ、すごいっすねって。ドレさんのライター置かないわドレさんのライターはコラボしないから、あれと一緒にしないで。捨て頃の会場で4個しか売れなかった。無理やり売れた4個。そう。リスナーが買いたいって言ったわけじゃなくて、ドルさんが買ってくださいってお願いして4個しか売れなかったライターとは一緒にしないでください。もうだって配ってるからね、今。ドルさんね、リスナーさんにね、もう配ってるからね、あれ。売ってないからね。ちょっと面白い。粗品ですが、みたいな感じで。あの、リアトツとか、その、なんつうの、フットサルとかでも会場で配ってんの、あげるよっつって。悲しいよね。あれは面白い、ちょっと。手拭いとかはさすがに売ってるんだろうけど、ライターはもう今、粗品とかしてるんだよ。配ってる今。のんちゃんもらったでしょ？もらった。ある今。のんちゃんもらってたもん。配られてたもん。お家にあるんだ。プップクライター。あれはちょっと面白かったな。あれは笑うわ。うん、のんちゃんもらってたよ。プップクライターでタバコ吸ってたよ。だいたいさ、本人がタバコ吸わないのにさ、客にライター売るってさ、ちょっとずれてるよね、あの人ね。客がさ、客層タバコ吸わないでしょみたいな。格闘技のファンとか多いんだから、なんかちょっとずれてて面白いんだよね。いやだから、その深夜食堂っていう、俺は食堂の店主だっていうコンセプトなんでしょ。店に置いてありそうなものなんでしょ。手拭いとかさ、世界観があるんでしょ、多分。なんか本人の。ドレさん、ライターと手拭いと、あとなんだっけ、ステッカーも4種類ぐらい作ってて、ブワーンって大風呂敷広げたの。捨て頃のためにね、相当20万ぐらい金かけてたよ。バーンってやったけど、結局蓋開けたのは、あの、ライター4個しか売れなかったっつって。20万溶かしたの。なんか俺がその頃捨て頃に向けてステッカー作ってたのよ。で、多分ね、ドレさんリスナー、俺のリスナーでもあるじゃん。だから、俺もやんなきゃって、売れるんだ、売れるんだって多分仕掛けようとしたんだろうね。これがね、多分ね、影響したんだよ。俺もやらなきゃって。
俺も閲覧和道よりあるから売れるに違いないって、あの正直僕は大儲かりしましたから、捨て頃で、はい、ありがとうございます。たくさん買っていただいたんで、うん、ステッカー買いたい人ぜひ買ってください。シルバー買ってくれた人にステッカーつけちゃおうかな、もう。そう、それであの飛行機乗って遠征するとき、大阪に行くときにライター数百個没収されるんだよ。バカすぎると思って、超笑ったよ。呪われたライターだからね、逆にプレミアつくんじゃねえかと思う。すごいよね、テロリストでしょ。なんでこんなライター持ち込もうとしてんのこの人みたいなね。バカだよな、バカだよな。でもなんか自分が作ったものが製品化までできるってなんかいいよね、うん、超テンション上がるわ。しかも俺の場合さ、ほら自由業でさ、配信回してりゃさ、あの仕事になっちゃってるから時間が膨大にある感じだよ。すげえ、やっぱね、俺の選択間違えてなかったなと思ったよ。次の展開行くときに時間がフリーでその稼げる母体作っておかないと次の展開できねえっていうの分かってたから、前授業やってたから。だからその時間がこう無限にあるっていうのは結構武器かなっていう。事業家の場合時間がないじゃん、だからその人抱えないといけないっていうかさ。そうで、一回原型さえ作って型さえ作っちゃえばさ、その回せるから、形になった時は感動でしょ。俺泣くと思うもん、銀になった瞬間。これが製品になって、このパッケージ梱包とかどうしようとかさ、チェーンも作るかとかさ、でここに避けたら泣くでしょ多分。まあ こいつが製品になるかどうかまだ分かんないけど、俺の技術が全然ダメだから。ただね、せっかくだからね、ここまで付き合ってるわけだから、みんなさ、これをなんとかさ、かっこいい状態まで持っていきたいよね。これが、あのね、四角い箱がこうなったのみたいな。伝説の始まりだよね、本当に。だからね、あ、モグゴリとかさ、キャスバーとかに置いてもらおう。誰も買わないか。ちょっと聞いてみよう。便所さん、つって。取り扱ってくんないっすか、つって。営業行こう、飲み行こう、弁兄さんに頼もう。あれは便所さんのお店じゃないのか、あれは TJ さんのお店なのか、オーナーは。一回顔出さないとね。営業マンにはならないけど全部やるよ。もともと営業もやってたし経営もやってたから、だいたい立ち上げの時は全部一人でやんないとダメだよ。で形になってきたら別にね、あの人にお願いすることはできるけど、最初は全部自分だよ、ベンチャーなんか。そこ一番楽しい時だよ。でこういうビジネスの楽しいところって、最初はめちゃめちゃ苦労するし金も時間もかかるのよ、とんでもなく辛いの。だけどね、形になってくると自動化が始まって、勝手に回るようになってくると、ジャリンジャリンお金入ってくるのよ、寝てるだけで。だから事業はいいよ。そうだから俺の手を離れて、そう、和道リスナーじゃなくて和道っていうブランドが一人歩きしたらもう勝ち。それを何年で作るかって話だから、そう根気よくやってればね、あのできるんだよ。
そう、俺には仲間がいるから大丈夫。手に入りにくい方が富裕層欲しがる。そうだね。うん。まずはね、小さく小さくやっていこうと思うけど。あとあんまビジネスしなくて、仲間内で楽しく、なんか関わった人が楽しく参加できる形がいいよね。だから一番最初に X さんが言ってくれたのが、あの酔っ払いながら寝る時に、俺の夢は隣に座った名前も知らない誰かが和道くんのアクセサリーつけてるのが俺の夢だからって言ってガーって寝てくれて、もう泣きそうになったよね。そう、俺はそういうつもりで和道くんと組むから、名前も知らないどっかの若いお兄ちゃんとかがバーとかで、あ、ワド君のつけてるっていうところまでやろうねって。そう、最初からゴールそこまで付き合うからねっていう意味じゃんそれって。ただ遊びで企画でシルバー作ってみたっていう話じゃなくて、もうじゃんじゃん儲けて、じゃんじゃん遊んで、じゃんじゃん人生楽しもうねっていうのがその一言で伝わってきたから、名前も知らない誰かがワド君のつけてたら俺は笑うからってカーって寝てくれて、だから一生懸命やろうと思ってるよ。そう、そういうのが友情じゃん。うん、そう、愛情だし。うん。わかんないよ、それこそ未来のリスナーさんの中にさ、ショップ持ってて取り扱いたいんだけどって言ってくれるかもしんないよ。うちの店のちょっとコーナー、ワンコーナー設けたいんだけどとかさ、もう俺のね、ずっと見てくれてる人だったらもう信頼できるから、和道リスナーってだけで俺は信頼できるから。ナイフ逆ってね。うん、だってこれのエピソード語れるわけじゃん。そう、あいつ最初手彫りでやってたんだよ、バカでしょってルーターは使わないって言ってたんだよって、次の日使ってたよ、爆笑だよねつって、裏エピソード、ノコギリで切ってたか、ノコギリでゴリゴリやってたよって、100円、100均のノコギリで切ってたんだよつって、機械使えよバカってね、鮫島さんに言われてたんだよ、うん、機械使えよバカは笑うよね、うん、あーいいね、じゃあ小料理屋で扱って小料理屋に俺のネックレス販売してたら笑うよね、レジでね何これっつってね、お土産屋さんみたい、だからキーホルダーになっちゃうんですよやっぱり、うん、小料理屋いいよね、うん、小料理屋いいね、パーキングエリアとかにある、うん、いいよね、食べに来てね、ライター置から、俺もライター扱ってないわ、ライター扱ってんのドレさんだわドレさんのライター置いてあげて、ギャップがやばいよね、パーキングエリアのね、キーホルダーコーナーに置かれたら笑うよね。
あ、そうだね、空輸できないからね、ドルさんね。笑うよね。初歩的なところだからね。天然なんだよな、ドルさんな。あ、なんだ。大好き。もしもーし。おいしいおいしい。もしもし、どうしたの、大使。ん？もバしズも、おいしいね。何？バ何？ズおいしいね。なんで？死なないよ。私の犬は死んだんじゃ。うん。いや、ワンちゃん死んだのは悲しいけど、なんで人に死ねっていうの？そんなひどいこと言うの。そういう気持ちやけ。最低なやつだな、お前な。ダメだよ、人に死ねなんて言ったら。いや、どういやいや。いや、わかんないけど、気分悪いから切るね。じゃあね。なんだよこいつ、意味が分かんねえだろ。そういう気分ってどういう気分だよな。 何勝手に死ねって、そういう気分じゃけえ。大使大使、大使、創価学会勧誘してくる大使、またこいつかよっていう。そう、毎日電話かかってくるからね、大使から。 もう準レギュラーでしょ、大使は。カウンセリングやってるわけじゃない。俺は放送中だったら配信者でもリスナーさんでも突断らないっていうルールでやってんのよ。そう、家雑の時は突を断らないっていう、その唯一あるルールなの。犬死んだんだけど、なんかそう。で、アドバイスして、なんかかわいそうね、辛いねって言ってたんだけど、なんか死ね死ねって言うんだよね。なんでそんなひどいこと言われないといけないんだよな。全然意味わかんねえよ。そういう気分じゃけえってなんだよ。月刊誌やなかったね。冷静に考えるとひどい。いや、冷静に考えなくてもひどいでしょ。いきなり唾吐きかけられたのと一緒でしょ。ワドを死ねって言われたんで。ひどすぎるでしょ。なんだよ。何？何？11の犬。何？もしうちもの犬の代わりに。ーし。何？電波悪いよ。うちの犬。電波が悪いって、何？ちょっと待ってよ。もう。声回ってるから、だから、トツかけるときはテレビの音と放送の音切ってって何回もお願いしてるじゃん。声が回るんだって。うちの犬の代わりに。ああ。死ね。あのね、そういうこと言ったらダメだよ。命は帰ってこないんだよ、大使。電波悪いな。Wi-Fi の環境を整えたからかけてきて。電波が悪すぎる、ちょっと。ちょっと、薬飲んでるね、完全にね。いや、飲んでる。ろれつ回ってないよ、いつも。毎回そうだから。いや、おっさんだわ。40過ぎてるおっさんだわ。多分ね、俺の予想。顔見たことあるけど、40過ぎてる。白髪のおっさんだよ。いや、配信者じゃない、リスナー、リスナー。もう長いよ、大使は。なんだよ、もう。もしもし。じゃあ、分かった。何が分かったの？え？何？
うちの犬の代わりに死んでくれ。そんな命は代わってあげられないよ。代わりに死ねないよ。それは死んでくれ。だから死んでくれっつったって、生き返るわけじゃないよ、大使。リリーが。いや、リリーが死んで、大使が落ち込んでんのはかわいそうだと思うけど。俺が死んでもリリーの代わりにはならないぜ。かわいそうだね。いや、かわいそうだよ。だからテレビの音切れっつってんの。テレビの音切ってから電話かけてきてよ。ちょっと待って。はい、聞いた。いや、リリーがね、死んじゃったのはかわいそうだと思うよ、大使。だけど、ね、俺が死んだってリリーは帰ってこないよ。はい、せ。腹いせ？なんでお前の腹いせで俺が死なないといけないんだよ。ムカつくから。なんでムカつくの？関係ないでしょ、俺。放送の仕方とか顔とか見方が顔を見てたら腹が立つ？俺の放送見てて顔見てたら腹が立つの？もうじゃあ見ない方がいいでしょ。なんで見るの？今だけ。いや、知らないよ。だったら他にも配信者いっぱいいんだから。今300人いるんだよ、放送。で、話し方とか顔がムカつくんなら見なきゃいいじゃん。それを、リリーのために送らないでくれる？いや、拝むよ。リリーのために。それでね、大使が、リリーのためになると思うんだったら全然やるよ、そういうことは。やって。いいよ。じゃあ、黙祷でいいの？ダメよ、俺に行けばいやー、それはダメだわ。それはやらない。それは約束でしょ？創価学会の南無妙法蓮華経は唱えないって言ったでしょ？なんでちょろっと創価学会のエッセンス入れたの今。勧誘しようとしてるでしょ今。や、広くよそ。南無妙法蓮華経はごめん言わない。申し訳ない。ごめん、地獄に落とそうとした。俺のこと地獄に落とそうとしたの？リリーは火葬場に行った？ちゃんと。まだ行ってない。まだ行ってないの？リリーの亡骸はどうしてんのじゃあ。もう行く、家に。家に置いてたらダメだよ。リリー腐っちゃうよ。それはちゃんとする。さあ、明日ちゃんと火葬場に連れてってあげな、電話して。リリーがかわいそうだよ、そんな臭くなっちゃったら。ね、大使。いや、祈って。え？祈って。いや、祈るよ。じゃあ、行くよ、大使。はい。なんか拝みある。
拝んだよ。うん。山頂画面。どうしたの？山頂画面。いや、リリーが、ね、安らかに眠れますようにって。なんか音つけた？音聞こえるけど、なんか。あ、いや、俺の放送の声回ってるから、放送の音切ってよ。ひっちゃ来た？リリーが安らかに眠れますようにって。命くれた。ありがとう。あんまり落ち込まないで元気になってさ、またリリーのこと考えてあげてよ、大志。リリー明日火葬場連れてくんだよ。寂しいけど。ね、臭くなっちゃったらリリーゆっくり眠れないよ。今日リリーのそばにいてあげなよ。ありがとう。あ、いいよ。元気出たら放送また遊びおいで。それでは、あ、いいよ。大将お疲れ。ラーメンおでん劇を捉えて。いや、だから、創価学会の、お題目は唱えないって約束したよね、さっき。なんでちょいちょい勧誘しようとしてくんの？それはダメだっつったじゃん。創価学会は入らないって何回も言ってるでしょ？それが正しいけ。いや、正しいとか正しくないとかわかんないけど、創価学会に入る気はないって今のところ言ってるじゃん。南無法蓮華経は唱えないよ。あれらの営業とはいいや、もうごめん。ちょっと、南無法蓮華経はごめん。ごめん、無理だわ。もうごめんね、大使。お祈りはできるけど。もう一回お願いして。え？何？もう一回お祈りする？の？じゃあもう一回お祈りしよう。ちなみに黒い犬。LINE のトップ画像の犬でしょ？リリーは。今見てるよ。ありがとう。元気出してね。まだ優しいの。いいよ、そういうのは。優しくないよ。詐欺師だよ。優しいよ。あ、お、お、あと、薬、あんま多めに飲まないでゆっくり寝な、今日は。あんまり寝れないと思うけど。じゃあ、おやすみ。当たる、そういうこと言わないの。はい、ただいま。冗談でも傷つくよ。ダメだよ、それは。何の話してたっけ？あ、シルバーの話か。
シルバーな。楽しみだな。石野が3000円で加えるって話だっけ？してねえわそんな話。それ3年前の話題だわ。稼げてますか？ぼちぼちですね。おー、シルバー特命さん、シルバーくじありがとう、ありがとうございます。10万円当たることいいな。明日持っていくの？持っていく。明日ね、御徒町に行って、まあ機材のシルバーの機材の勉強と、あとその問屋さんとかにご挨拶行って、まあ、勉強させてもらうのと、あとそのな銀の相場金の相場とかどこで仕入れるとか勉強するのと、あと石ラインストーンとかあるじゃん、こう埋め込む、それの原価とか見てくる。全部どれくらいのロットでどれくらいで、それの勉強が終わってスタジオに行く。でこれをちょっと見てもらう、どういう技術でどうやってやっていこうかみたいな、今後で裏技いっぱい教えてもらう。明日持ってくよ。うちも犬飼ってたよ。可愛いけど死んだらかわいそうでなかなか飼えない。ねえ、ペットは可愛いもんね。家族だからね。いろいろそうだね。もうその人は感覚の人だから、もう善は急げっていうか、もう全部勉強みたいな、和道くんに全部教えてあげる、和道くんが興味あることは全部伝えるよみたいな。そうだから、もしこれも続けるんだったら、そのまあぶっちゃけた話、その人が作った方がいいもの作れるわけじゃん。だけどそのもしシルバーね続けるんだったら全部教えてあげるって、技術、そのルート、その仲間とかも全部紹介してあげるって言って、だから一緒にやろうって。その人本当に金儲けとか全然考えてないのよ。まあそうだよな、配信者で俺が金儲かるとはね、あれだから。そうじゃないの、本当にやっぱリスナーさんでみんなが大好きで、ピアスとか今のところ考えてないけど、指輪とかなんか作りたいもん作るよ。作りたいもん作っていく。その時ピンとくるもの、あんまりその形にこだわらないで、俺が欲しいものを作っていこうと思って、自分が欲しいの一個一個やっていく。なんか商売的な感じじゃなくて、遊びで欲しいもの、売ってないものを作ろうみたいな、そういうノリですね。でなんか楽しくなったらいいなみたいな。あとのんちゃんから言われてんのは、のんちゃんの指輪作ってってペアリング作ってって言われてるから、そう次は指輪かな。和道2号はのんちゃんにプレゼントするための指輪。ピアス俺1個空いてる、左側に1発空いてる。なんか身近な感じで作っていくのがいいじゃん。ドラマがあって売れるとか売れないとかじゃなくて、そういう感じでやっていこうと思ってるよ。だから周りの人間が、仲間が欲しいものを作っていきたいなと。アクセサリー楽しいね、めちゃくちゃ。めちゃめちゃ楽しい。
奥が深いし。ピアス開けるの得意って何？ピアス開けるのに得意不得意あんの？あるか？穴ずれたもん俺も。直したいものは下の方になっちゃってど真ん中に開けられなかったんだよね。ビビって。安全ピンが一番いいらしいよね。消しゴム裏に当ててブスってね。2は安全ピンで開けるっていうよね。ミシンの針がいいんだよ。ミシンの針がいいの？細いの？太いの。太いの。おお。だから塞がりにくい。おお。なに、鼻ピアス開いてんの？いかついね。確かにゆっくりやだ絶対。ブスってね。一発入魂だよね。じわじわ行くの拷問だもんね。やだよね。消しゴムなんていらないんだ。ニードル、俺はバチンっていう注射器みたいなやつでやった。ニードルでやったね。ねえ、すごいね。ミシンの針は売ってるでしょ、一般的に。あ、みんな安全ピンなんだね。おー、ルサルクさん、トナカイありがとう。アイテムありがとうございます。あ、延長したいんでもしよかったらご支援お願いします。なんかもう延長チケット結構今月使いまくってるんで、放送時間伸びて300枚使ったかな。もしよかったらアイテムください、応援してください。バーガーありがとう。ブリーンバーガーありがとう。サンキュー、ありがとう。みのみさんハートありがとう。ありがとうございます。ありがとうみんな。おお、琴音ちゃんもハートありがとう。おお、ふわくじありがとう。ルサルクさんありがとう。ルサルクさん結構いい感じになってきたよ、だんだん形がだんだんできてきた。いい感じになりそうだよ。明日問屋に行ってくる。あー、モツさんありがとう。いいよいいよ。えお、すごいね、230個もありがとうございます。ありがとう。メリンコハートありがとう。助かった。延長チケット買います。ありがとう。ポチッとな。シルバーチケットとゴールドチケットっていうのが、サンタクロースとトナカイっていうアイテムを買うと今1万枚限定で配ってるので、ゴールドの方はその1万枚の中で宝くじになってて、あのクリスマスの日かなに100万円当たるので、シルバーの方は10万円当たるの。今日イタリアンワインなの。イタリアンワインって美味しいって言うよね。俺ワイン飲めないから。マルーンさんはワインじゃねえや。ハートありがとう。そう、俺今何枚持ってんだろう。なんか表示されないんだよね。このゴールドってどこに表示されるんだろう。なんか所持アイテムっていうか、いっぱいもらってるのにどこに書いてあるんだろうな。なんかね、表示されてないんだよね、アイテム。うん、そう、100万円当てようぜ。100万円ゴールドチケット多分3枚ぐらいもらってるよ俺、確か。宝くじ、クリスマスビンゴじゃなくてこれだ。これがその企画なんだけど、ちょっと待ってね、今キャプチャーする。これふわっちからのお知らせで、100万ポイント円だね、100万円が当たるふわくじゴールドシルバーで、今もらったのはシルバーなんだけど、こっちもこっちも1万枚もらえるんですよ。1万枚配ってるの。1万枚枚数限定ね。1万枚枚数限定。シルバーとゴールド。で、くじ番号、一般的な宝くじと同様に番号があらかじめ決まってます。受け取ったくじの番号が後日発表される。後日発表されるんだね。当選番号と一致すれば当たりとなると。で、1位が1、10、100、1000、万、10万、100万円、ゴールド。で、1万ポイントが10本。で、100ポイントもらえるのが100円が1000円。で、こっちは10万円もらえるの。
そう、ゴールドくじ3本もらってるから、うん、いいよね。2等賞でもすごいね。え？2等賞でもすごい。2等賞は1万円、ゴールドは。うん。1万円でもでかいよね。1万円10人つうかね、10本くじあるから。うん、ただこれね、シルバーの これ10ポイントはどうなのっていうね。これいらないんじゃないの？ どうなんだろう。うん、なかなか粋な企画やるよね。うん。はい、マキルワード2。いや、当たったら、100万円当たったらめちゃめちゃすごいでしょ。うん。あ、俺5枚持ってる。ゴールドのくじ5枚持ってるわ。1、2、3、4、5枚持ってる。あ、っていうか、あー、不惑くじ！ありがとう、シルバーありがとう。もう発売終わった？もしかして。もう終わっちゃった？もう売ってないのかな、ゴールドは。終わったのかな？なんか期間限定で1万枚限定だから、あ、もう終わったっぽいな。ゴールド。もう手に入らないのか。5枚持ってるってことは2000分の1の確率で入るか。シルバーありがとね。シルバー何枚持ってんだろう。当たったらリスナー帰還してね。リスナー帰還？何？リスナー帰還って。うん。帰還って何？ 何？帰還って。当たったらリスナー帰還、帰還がよくわかんないんだけど、どういうこと？ 帰還？還元？還元？企画？リスナー企画っつうか、俺アメリカ行く。100万当たったら。うん。アメリカ行く。なんちゃって JK イベント？何それ？なんか新しいのバンバンやってるよね。今のところ考えてはないかな。なんちゃって JK イベント。これは？ディズニーチケットだって。期間中の5、なんだろうこれ、なんちゃって？女子高生、女子中学生のためのって書いてあるよ。あ、すごい。アイテムもらうだけで不発ポイント。女子高生 JK になりきる。ああ。どういうこと？チョベリバーって言ってればいいの？ 超ウケるって。チョベリバーって言ってればいいの？ちょっとよくわかんない。企画の趣旨がわかんないな。どういうことなんだろう。ちょっとよくわかんないね。うん。なんちゃ、のんちゃんやれば？ JK。のんちゃん多分かっさらえるでしょ。のんちゃんが制服着たら、多分 すごいことになりそうだよ。優勝するんじゃないの？うん。のんちゃん優勝しそうな気がするんだけど。チョベリバ古い？シャギー。髪型はシャギーにして。ルーズソックス。紺のハイソーだね、俺は。紺のハイソックス。超ミニ。シャギー。ショベリバ。うん。出社、過去に対して配当ください。配当欲しいの？ おう、じゃあ、なんか、うまい棒かなんか送るわ。配信で返す。配信で返す。なんか、その、なんだろう。リスナーに返すのは、配信で返したい。金で返したら意味がわかんなくなるぞ。うん。あー、関ママ勝つかな。ルーズソックス。のんちゃんセーラー服で、ワドは学ラン？学ランとかあんのかな？学ランね、ドンキに行かないとないだろうね。盛り上がるのかな？ちょっとなんか外れな気がするんだけど。おギャル、ヤマンバギャルとかね、いたよね。すごかったよね。え？女装？いや、なんか、なんちゃってっていうオカマ枠もあるらしい。な、女限定だね、メインの方は。うん。え？あのイラスト？これのこと？ あ、これになればいいんだ。僕の名前は和道。実は、みんなが見えないものが見えるんだ。僕は生まれつき、みんなが見えないものが見える能力があるんだ。でも、友達にはみんな秘密なんだって。 この力が一体何なのか、壮大なドラマが始まるんだよ。かっこいいでしょ。 そう、もう一人いるからね。もう一人紹介しようか。うん、よいしょ。もう一人じゃあ紹介しよう。
私の名前はマイ。実は和道くんとは同級生。和道くんは気づいてないけれども、和道くんは不思議な力を持ってるのを私は知ってるわ。和道くんを導くのが私の役目。もうやめよ。進んでるよってやつ、こんな感じ今、うん、こんな感じ、うん、こんな感じです、うん、かっこいいっつって、あ、ルサルクさんはやっぱ分かってくれたね。そう、マイとワドくんの壮大なドラマ、うん、壮大なストーリー。ワッフルは別だから、ワッフルは別の人だから。もうキャラが多すぎて、シャイニーとかいっぱいすぎて、もうわけわかんなくなって、俺もちょっとね、あの、どうしていいかわかんなくなってるから、ちょっとまとめようかな、ま、ノートにね、ちょっとまとめていかないとね、うん、ノートにまとめていかないと、もうなんかもうなんか自分でももう手に負えなくなってきたよね。ふわふわの魔法陣になっちゃう。今ね、結構いい感じだよ。明日御徒町に行って修行してくる。神さん、ハートありがとう。うん。いや、結構いい感じよ。こんな感じ。うん。こんな感じでーす。うん、結構いい感じに。昨日はもう絶望的な状態だったけど、今日何度か挽回した。魔法のペンダントをめぐる壮大な物語だ。あのペンダントを手に入れないと、この世界は、この、ダメだ。ちょっと今日は疲れてるから無理だ。サソリじゃねえよ。うん。アクセのメッカ、うん、そう。いや、やっぱそうでしょ、うん。そうなってくるでしょ。魔法陣和道。魔法陣和道に出てくるキーアイテムだよ。伝説の。うん、グッズ販売だから。うん、お腹すいた？のんちゃん。ちょっとすいた。あのペンダントさえあれば。待って、和道くん。もしかして、このこと？君も持ってたんだね、そのペンダントを。いける、いけるよ、舞ちゃん。ダメ、このペンダントは和道くんのペンダントがないと機能しないの。、うん、シャキーンって合体する、シャキーンって合体するの、そう、うん、シャキーンって合体するの、うん、そう、アイテムにストーリーをつけていかないとダメだから、アイテムにストーリーをつけていかないと、うん、そうじゃないとやっぱりあの夢が広がらないから、うん、夢大事だから、夢、ほらぴったりと重なり合うわ。光ってる、音がするよ、舞ちゃん。ウィーン。メーカーやら問屋やら、うんうんうん、そう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 、明日なんかそのなんか問屋になんか支払いがあるのかな、なんか取引があるとか、なんとか支払いだか取引だか、うん、それであの一緒についてって勉強する、うん、なんかそのこのこれに石つけようかとかいろいろ考えて見てくるよ、どんな石がいくらで売ってるかとか、戦えるわって、うん、いけるって、うん、ピカチュウもとかピカトチュウとしか言わないけど、そこがウケた、あーそうだね、ピカチュウはピカチュウしか言わないってすごいよね、うん、かわいいし、ピカチュウってでもなんかファミ、なんだろう、ゲームやった時のゲームデザインのピカチュウそんな可愛くなかったんだけどね、すごいよね、アニメーターがすごい一気に可愛くしたんだよね、ピカー、あ、ちょっと似てるな、バカっぽいな。アモムちゃん、メガホン100個ありがとう、ピカチュウ、
いつもいつでも。あのさ、あの、なんだっけ、たとえ火の中、水の中、草の中ってやつあるじゃん。あれのベースめちゃめちゃかっこいいの知ってた？あれね、歌はそうでもないんだけど、キャッチーなんだけど、楽器隊すげえかっこいいんだよ。ドラムとかベースが。めちゃめちゃかっこいい。そう。なんかね、レッチリっぽいの、ちょっと。そう。西海岸系の跳ね方すんの。キシャーって鳴いてたんだっけ。のんちゃん顔見せてだって。のんちゃんギャラ高いっすよ、ルサルクさん。 のんちゃんギャラ高いんで、小出しの、キャラクターなんで、のんちゃんは高いです、ギャランティーの方が。 キティちゃんは30分ぐらいで描けるようになった。ピカチュウはまだものにできてない。俺、絵描くの苦手だから何も描けない。アンパンマンかろうじて描けるかなっていうぐらいかな。アンパンマンは多分いける気がする。それ以外描けない。ドラえもんとか無理。キティちゃんも難しくない？描いてみて。描ってみてって言われたもん。紙とペンがないかんな。紙とペンがないから、無理。こないだ顔シールだらけだった。もうすごかったよ、のんちゃん。顔シール。のんちゃん、顔シールだらけだ。ベッタベタになってた。るいよ、のんちゃん途中からだったもん。そうだね。いや、でも勝ちは勝ちだから。勝ちは俺の勝ちだから、あれは。罰ゲームはのんちゃんだ。これだ。何食べようかな、今日。肉まん食べる。肉まん好きだよね、最近ね。肉まん買おうか。セブンイレブンの肉まん、どうだった？微妙？微妙か。豚まんっぽい感じでしょ。山崎パンの肉まんが一番美味しいよ。肉まんは。スーパー行って買おうよ。スーパー行こう。あ、井村屋じゃなくて中村屋？中村屋がうまいんだ。俺、井村屋のあんまんが好き。ちょっとごま味の入ったね。美味しそう。山崎パンうまいよね、肉まんね。ちょっと日本的な味付けなんだよね。
甘辛い。なんか中華の豚まんっぽい、本格中華っぽいのは嫌だ俺。でもそういうのも好き。そういうのも好き、どっちも好き、コンビニの肉まんうまいよ、美味しいよ、まあ、スーパーに売ってるやつと一緒だけど、ふかしてるだけだね。何、もちさんはあれかな、育ちがいいのかな、お嬢様かな。551だっけ、ん、551、ね、551って肉まん知らない、大阪のほらなんか有名な店、わかんない、今551って書いてあるね、モスさんも馴染みがあるんだって。そうそう、タケノコの食感がいいんだよね、あれは。だからなんか中華まんとは別の食べ物だよ、あの日本で売ってる肉まんは、ピザまん美味しいね、タケノコ美味しいね、大好き、コンビニの中華まん大好き。俺は逆にその横浜っぽい中華まんみたいなの苦手なのよ、豚まんっぽい本格中華まんみたいなのは苦手、ジャンクなやつが好き、ジャンクなやつ。だからね、からし醤油つけて食べるとちょうどいいの、ああいうやつは。ああ皮が厚くって、はいはいはい、いや醤油はめんどくさいな。俺からし最近食えるようになったよ、うん、あんまり好きではないけど、からし、なんでからしいけるようになったんだろう、なんかで いけるようになったね。マスタード、マスタードかな、マスタードは別にいけたんだけど、もともと、多分そうだと思う。嫌いっていうか別にうまいと、なんつうの、買って食べたいってならない。おでんにからしつけない？おでんには別につけたいとは思わないかな。つけたいとは思わないかな。551はからしだけでいけるんだ。腹減ったな。何食おうかな。スーパー。スーパー行って決めようか。ああ、俺ね、シューマイもあんま好きじゃないんだよね。餃子とシューマイもあんまりよくわかんないの。だから餃子好きじゃん、のんちゃん、うん。あれがよく理解できなくて。俺おかずで餃子が出たら外れの日って感覚だったもん。餃子があんま出なかったね、シューマイとか。なんでかわかんないんだけど、あんまり好きじゃないんだよね。美味しいの食べたことがない。ね、あんま味変わんなくない？全然違うよ。もうわかんない、餃子とかシューマイ好きっていう人、なんかよくわかんないね、餃子は。なんかおかずっぽくないっていうか、パリパリおかずだよ。あんまり好きじゃないな。天津飯とかめちゃめちゃ好きだけどね。なんでなんだろう。キャベツ餃子、焼きは格下っていうか存在しないって聞いたよ。水餃子しかないんだって。日本が焼くっていうのをやり始めたらしいよ。なんかばあちゃん言ってたね。中国人焼かないよ。そうだね。あ、だから水餃子は俺好きかも。ワンタンみたいな。だから俺はそっちの方だったら結構うまいと思うかもしれない。スープに餃子入ってたらちょっとテンション上がるかも。おかず、いや、あのね、変な言い方かもしれないけど、嫌いな食べ物はほとんどないの。
ただその何でも食べるし何でも美味しいんだけど、その買ってまで食べたいとか作ってまでとは思わないのがシューマイとか餃子で、お、何でも好きだよ。何でも食うし何でも好き。嫌いなものっていうのは虫だね。もう絶対食べたくないっていう虫。いやだから川崎洋平に持ってこられた俺はトラウマなんだよ本当に。石野がうまいうまいって食ってるし、意外といけますねとか言って。いやだからタガメとアリとなんだっけ、最悪だったよ。それは無理だ無理だよ。いやっていうかもう虫食う文化が意味わかんないの、芋虫とかも。だって明らかになんか別じゃん俺らと。なんか怖い虫を食べる人。あ、親父がイナゴの佃煮よく食ってたんだよな。嫌だったもん、無理やり食わされてたもん、イナゴ。だって明らかに食べるようなものじゃないじゃん。そうそうそう、食べるものがないくて仕方がなくだったら分かるんだけど、無理に美味しいと思って食べるもんじゃないと思うんだよね。ああ無理無理無理、タガメは無理だった。もうこんなでかいの、こんなきつい、無理。あ無理無理無理、想像もしたくない。怖い、もともと虫が苦手だから俺。ちょっと無理だな。虫は嫌だな。わかんない。だろうね。芋虫も、いや虫自体が嫌だ、怖いよ。あ、何考えてるか分かんないじゃん。ああ栄養価、タンパク質がやばいらしいよね。で美味しいって言うよね、芋虫とかね。うん、嫌だな。ちょっと怒るかもしんない。ちょっと機嫌悪くなるかもしんない、蜂の子とかも。谷さんこんばんは。エビが陸上生物だったら食べれない。エビは食うでしょ。俺なんならザリガニとかもうまいらしいからちょっと食いたいもん。あれ甲殻類は全然うまそうと思うもん、カニとか見て。原始人だったらちょっと多分俺行くと思うよ。もう俺貝とかもいけるから、エビ全然いける、ザリガニとかも。臭みがなければね。だからロブスターってあれザリガニでしょ？確か。一番近いのザリガニだよね。ザリガニも綺麗なところで飼ってさ、なんかちょっとさ、ガーリック味でさ、匂い消せばさ、だから水でしばらくやればいいんじゃないの？綺麗な水で抜くんじゃないの？わかんないけど、餌とかで。子供の頃ドブで釣ってたから無理かな。大きければいいっていうか、昆虫はなんか別の、もうなんか別だと思うんだよね。まあカニとかも別だけど、何なんだろう。安心感がある。その、あの赤いのはうまいぜって、その茹でた時に真っ赤になるじゃん。あれはなんか食欲をそそると。出たよイナゴ。無理。ザリガニは全然だから真っ赤になるな。ロブスターとかめちゃめちゃうまいじゃん、ブリブリで。パキ。食べたことなーい。ああ今度ね。うまいよねロブスターね。俺は全然好きだよ。
IKEA でザリガニ食べれた。やってんのか。ザリガニ売ってたよ、IKEA、確か。食品コーナーで。そう、食材のザリガニ売ってた。うん。フレンチ、うまいよね。ザリガニね。食品も売ってんの、IKEA って。IKEA なんか売ってるよ。うん、ちょろっとだけど。うん、IKEA じゃないか。なんだ、コストコだ、俺が言ってんの。うん。で、IKEA はフードコートがあるのよ。そう、多分そこじゃない？ザリガニ食べれたって。あんまでもイケアあんま美味しくないけどな。なんか一個だけうまいのあったな。謎の国料理だよね。あれなんだろうね。どこだっけ。スウェーデンじゃない。スウェーデンじゃとか 北欧だよね、うん、北欧だよね、うん、イケアは最後ホットドッグ食うのがうまいんだよ。出口にあるレトロブスあるよ。うん、店舗数激減してるけど、沖縄でも高級店であるし、なんか東京も数店舗あるよね、西東京の方に。昔はね、レッドロブスターいっぱいあったのにね。俺生まれて初めてお酒飲んだのがレッドロブスターだったの。小学1年生の頃、バイオレットフィズ飲んでベロンベロンになって、母親がブチ切れてた店員に。何飲んでんのつって、ブドウジュースつって、バタンって倒れて4杯ぐらい飲んで、小学生、おいしいおいしいつってバイオレット、じゃあ全く知らなくて、俺ブドウ巨峰ジュースが大好きだったのよ。だからブドウだと思ったので、これって頼んで、でバイオレットフィズ飲んでたら、うまいうまいって、そんなにおいしいのみたいな、おかわりみたいな、珍しいみたいな感じで、どんどんベロベロになっていくのよ。でも倒れたの最後バタンって。そしたら母親がなんか、お酒じゃないのこれみたいな。で、店員にぶち切れてて、いや、お前だよ、問題はっていう。店員のせいじゃねえわ、みたいな。それは、母親天然だな、本当に。うん。高いよね、レトロブスター。レトロブスター高いよ。うん。だって、テルト行った時、一人2万ぐらい使ったよ。一番でっかいやつ食ったもん。ロブスターワニ食べれるんだ。レッドロブスターうまい。行った時帰り安かった、食べれなかった。何？え、一緒に行った時さ、パエリアしか食べれなかった。いや、ちょっと何のことか。俺はレッドロブスターテルト行った時2万ぐらい使ったけどね。のんちゃんとも行ったじゃん。行ったっけ。行ったじゃん、あとたくみさんと。うん、パエリア食べたじゃん恥ずかしいからやめて、その話は。パエリアいいじゃん。じゃあ、いや、たくみさんとのんちゃんとレッドロブスター行ったことがあんのよ、去年。だけど、もう極貧で、あまりにもメニューが高すぎて、パエリアしか頼めなかったっていう。そう。貧乏だったから、そう。悲しいでしょ。悲しい思い出だから。それはもう消した過去だから、俺の中で。入り口にさ、いっぱいでかい。そう。エビ食べたかったよね。ごめんね。今度食べさせるから、うん、そう、レッドロブスター行ってパエリアとなんかパイ生地のピザみたいなのしか頼めなかった、うんうん、悲しかったな、うん、悲しい思い出だよ本当に。のんちゃんリベンジやっつって、いや悲しかったよ、だって去年生活保護なんだもん、食えないよ、うん、そう、あの時食べさせてあげたかったな、のんちゃんにエビ。うん、悲しい思い出だよ。明日配信で行こう。行かないよ、うん、なんか切なくなるよね。入る店間違えた時の切なさってある、貧乏人。メニュー、頼めるメニューがない店、悲しみが止まらないっつって、うん、あれはもうあれですよ、バブルに、そう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 、バブルいっぱいあったよね。その高速降りたところにさ、十字路のところとかいっぱいあったよね。
テレテテ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 テレッドロブスター多分これ知らないでしょ、この CM 若い子は。バブルだったからいっぱいあったのか。そう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 、うん、そう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 、うん、バブルの頃に流行ったんだよ、うん、バブルの頃に。長崎ちゃんぽんもいっぱいあったよ昔。そうなの、うん、へえ。リンガーハットは今でもいっぱいあるよ。そうなんだ、うん、成田の方にも何店舗かあるもん。リンガーハットはでリンガーハット別に安いでしょ。山盛りだよね。うん、リンガーハットだって5、600円でしょ。そっか、うん、別に庶民でも食べれるよ。じゃあ僕はのんちゃんとあのご飯食べに行きます。明日はねちょっと放送できるかできないかわからないわ。あの御徒町行ったりそのシルバーのスタジオに行ってちょっと勉強してくるんで、帰ってきて放送やりたいけどクタクタになるかもしれないんで、ちょっと明日は分かんないです。じゃあ皆さんおやすみなさい。お疲れ様でした。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。